はい、どうも日内丸です。こんにちは、どうも毎度です。今回は AK-47 を使っていこうと思います。この銃もね、結構有名な銃ですよね。まあ前の木製のね、あのこうバレルガードっていうのかな、あれがちょっとね、今あのアタッチメントでこういう風に変わっちゃってるんで形がねこんな感じに変わっちゃってるんでちょっと分かりにくいですけど、よくね映画とかにでも出てくるね、結構な名銃ですね。アーカー47っていうべきなのかな。はい、カスタムはこんな感じです。命中率と射程距離と操作を伸ばすね、いつものまあ自分のね癖のようなカスタムです。機動性をねあまり重視してないところがあるんで、こういうあのアサルトライフルはね、まあこんな感じでね行こうとは思います。では頑張っていきましょう。今回もチームメイトのピロと一緒に戦おうと思います。ではレッツラゴー。はい、場所はクラッシュですね。いやー、ここももうだいぶ戦ったな。何回も戦ってますけどね、いまだにうまいこと戦えないなまあ待ち待機なんでね、じっとしときましょう。はい、ローダーとちゃんと赤を選んで、あ、赤って言っていいのかな、 AK でいいのかな、まあどっちでもいいんでしょうけどね。はい、レッツラゴーと左のマンションの方に行きましょうか、それとも真ん中の方に行きましょうか。さあどうしましょう。まあ今回も一応マンションの方行きましょうか。もういつものようにね行きましょう。ここでたまにね敵に勝っちゃうんでね、ちょっと気をつけて、今回はここからこう登ってみましょうかね。ちょっと見て、さあまあいつものようにね、ここで待ち伏せですよ。ここがねやっぱ一番敵が通るんでね、というか来ねえなあれもしかして味方やられまくってるかもしんないあれ向こうで味方やられてるな、きっと。だから敵がリスポーンして戻ってこないのかもしんない。あららららららら、そうかそうか。あ、人いた。ねこの子はね連射がちょっと遅いんですよ、 AK-47 は。ただあのダメージがね33あるんで、当たれば結構強いんですけど、あの距離になるとちょっとね、うん、ダメージが落ちるかな。20でもそれでも20後半ぐらいは出てると思うんで、どのぐらい出てるか。あ、外しまくってますねでもね、あの早すぎる連射よりこのぐらいの方がいいんですけどね。何やってんだこんな近くで、ボットさんか。いや違うかったらごめんなさい。もうなんか、あ、今のは ピローじゃないのかな。なんだ、待ち伏せかここらだったらね、まあ30出てますけど、あの辺になるともう20の位じゃないかな。ここらで30ですね、だいたい5メートルあたりですね。これも30かな、どうなんだろう。ちょっとね字がねちっちゃくて見にくいんですよねノーダメージは見えますよあ、ヘッドショットで30を超えてるんで、まあまあね。だからこの連射の遅いのさえねちょっとあの補えればいいんですけどね。こういう風にヘッドショットとかでできるだけあの弾数を減らして敵をさっと倒してしまうようなね感じになればいいんですけど、まあもうね皆さんここの番組を見てくださってる方にはもうご存知、エイム下手の火打ち、そうなかなか頭に当てれないんですよ、下手くそなんで。もうスコープつけてても当てれないんでね、ヘッドショット下手くそなんでね。だからねまあまあそうそうパッ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 とはねあの敵をやっつけられないですけども、まあね頑張って撃ってはいるんですけどね。まあこんな感じなんですよまあどっちかっていうとあのお腹とか胸を撃つことがやっぱ多いと思うんです。うん、今のは結構ねヘッドショットで頭に当たってるけど、でもなんか昔の話をするのもなんか悪いんですけど、昔ってヘッドショットってなんか一発でなんかお亡くなりになってたような気がするんだけど、違うかったかな、このゲームじゃなかったのかな。はい、ここにねセントリーを置いてもう敵が出られなくしてあげまして、ここね結構ねあのいいとこなんですよ、いいポジションなんですよ。後ろから狙われない限りは大丈夫です。あ、やばいって言ったらね、こっちに入ってヒットポイント回復だ。おお、なんて近くに怖いなもう
やめてくれよ、狭いんだから。あ、3人から狙われましたね今。ほら、全くね、本当に3人から狙われちゃったらね、もうそらもうこれ落とすしかないでしょう。うわ、ヘリコプター出てる。あちゃ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 、痛い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 、ヘリコプター痛い、ヘリコプターやめてくれ。あ、ピロもやられてる。上見たけどヘリコプターどこよりかかんないな。ピロどっち行くんだ。こっち来い、ピロも一緒に来い。あ、ピロそっち行くのかい。ショットガンで果敢に攻めるな。ショットガンかな、何持ってたの今回、何持ってるのか分かんなかった。セントリーガンとスナイパーがいますね。なんて組み合わせだうまいな、角でね。いや、すごいな、そういうやり方もありますよね。でもね、こういうとこから狙われるとセントリーガンがないと弱いんですよ。急にパッと出られるとね、スナイパーさんはびっくりするときあるんでね。うまい人はね、銃を切り替えてね、なんかあのこう接近戦に持ち込む人もいるんですけどね。まあ結構慌ててでパッと横から 出てくるとね、慌てます。はい、勝利しました。50対33、はい、 MVP いただきました。ありがとうございます。こういうところからね、ちょっとゆっくりとね、慌てず狙えばね、結構当てれるんですよ。まあロングショットはね結構出てるんですけど、なんでロングショットなのかな、本当に。はい、レーティングは92。あ、ピロレーティング落ちてる。わ、やっぱりショットガンでここは厳しかったか。敵スナイパーとかがいたしな、大変だったんでしょうね。多分敵の懐に飛び込まないとショットガンなかなか当たらないですからね。はい、赤47、あ、 AK47 もね、あのダイヤなんで XP カードだけをいただいて、はい、ティアの方行って戦績の方を見てみましょう。34キル3です、1アシスト。あ、ピロ2桁いってないなはい、今回もピロと一緒に戦っていきました。 AK47 どうだったでしょうか。まあこの銃も結構いろいろなね、アタッチメントがあって、なんていうのかな、使いやすくするには、自分なりにね、使いやすくするには、うん、いい銃だと思うんですよ。ただあの連射の速度がかなり低いんで、キルのそのダメージ数が大きくても連射がちょっと遅いっていうタイプの銃ですね。だからその連射の遅いのを補うために、敵に高ダメージを素早く与えるためには、やっぱり上半身、あのヘッドショットをうまく狙えるようにならないと、ちょっと相手がピースキーパーとかだったらかなりかな辛いと思うんでね、その辺がちょっとね難しいところですね。連射の速い銃ですね、まあ、もうピースキーパーに限らずね、 MAC10 とか M13 とかそういう風な速いのになるとちょっと厳しいですね。でもまあその辺もね、あの考えていろいろ皆さんもアタッチメントを付け替えて、うん、戦ってみるっていうのでね、頑張ってみてほしいです。 AK47 なかなかの銃だと思うので、皆さんも使ってあげてみてください。ではまた次回を待て。